対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーチーがうつろみみっきゅ、ヤドラン、サザンドラ、メタグロス、あいつなんだっけ、ダダリンかですね。どうしよっかな。バシャーモがぶっ刺さってるから多分ヤドランが来るんですよね。そこに刺さるのはボルトとかカプテテフとかが初手でもワンムでもいいかな。メタグロス初手ってのはあんまないはず。あ、でもグロス初手の場合ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいか。素直に馬車から入りますかね。馬車ボルト、マンムーでいいかな。マンムーもまあ刺さってますよね。はい、お願いします。初手馬車もできれば加速バトンからのボルトで全員倒したいところ。サザンドラ、まあ、これは悪くないですね。おそらくヤドラに引いてきますが、ここは一旦殴っていい。飛び膝蹴りで、あでミミッキュに行く可能性とかあったかな。あとダダリ、ダダリにはないと思うけどミミッキュの可能性あったな。ここ一回守ってもよかったか。あ、突っ張ってきた。一応あのサザンドラの技一発は落ちないはずなので、あのスカーフの場合はね。まあここ別に守んなくてもいいんですけど、メガネの場合抜いてるし、オッケー抜いてる。当たらない。え、これ読まれた、もしかして外し身代わり。おい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 、犯罪者じゃねえか。待って、これ許すな。だって冷静にやろう。裏に僕はあの AD マンムーがいるんですよ。なのでそれでバトンを決めれば身代わりぶっ壊してツダラバリが打てる。引いてきた、わけわかんねえ。なんなんだ。ああ、膝打つと思ったのか。あ、でもこれヤドラいないっぽいですね。あ、でもこれあれだな、決まるな、マンムーへのバトンが。馬車の前で身代わり張ってくるな、サザンドラが。まあ前の世代だったら分かんなくもないけどな。前の世代は初速が遅かったので身代わり張るっていうのもワンチャンありでしたけど、引いてきた。ヤドラン、ああ別に構わんよ。相手頑張って交換してきてるけど、全部なんか結局なんか僕の有利に働いてますね、全部が。これマンムーじゃなくてボルトにつなげばいいだけなんで、でボルトロスで、まあノータイム引きの可能性もあるんで10万打っときますかね。丸だけ見せたミミキュー来たら結局止められちゃうし、ここは10万ボルトでいきましょう。まあ多分ミミキューに、いや、うん、サザンドラは気合玉で飛ぶしな。ミミキューだよね。オッケーオッケー。で10万連打でいいかな。いや待って、引いてもいいか。ボルトはミミキュー、これでも Z の場合 Z 打ってくるかな。でもボルト通せば勝ちだよな。サザンドラも白桃 Z で飛ばして、だからボルトは残した方がいい。マンムー切り気味に投げて、でもう一回馬車バトン、馬車バトン決めなくてもいいか別に。そうだね、別にバトン決める必要ないわ。サザンドラより早いのでボルトロスは。 OK、 Z 切らせた。でこれ馬車出してヤドランの前で悪だくに釣ればいけるかな。フェアリー Z か、まあまあいいでしょう。相手すげえ頑張って交換仕掛けてきたけど、なんかそんなに苦しくないな今のところ。初手は焦りましたけど、まあこれ多分一発耐えるでしょうね。うん、でステロ巻いて退場でいいですかね。まあで研磨に積まれること考えたら自信でよかったか。普通に投げられると思ってステロ巻こうと思ったけど、投げられるか引くかと思ったけど、でも相手ミニキ削られたらボルトに積むからな。そう考えると普通に殴ってきそうではありますけどね。あ、引いてきたか。でもヤドランですね、手元は。うん、ヤドランが瞑想型の場合ちょっとだけまずいっちゃまずいけど、ただここでレイビートが飛んでくる可能性が多分高いと思うので、ここは自信をします。あの普通に玉自身なんで、まあ、マムじゃヤドラン結構硬いですけど、そこそこは入りはず。イジッパ A ブッパの玉自身なんでね。あれメガ進化してこない、再生力使う気か。これ結構入るぞ。オッケーオッケー、半分は入ってないけどそこそこ入ってますね。で玉ダメで HP が減っていって再起ね。ほう、これは悪だくめば勝ちかな。ヤドラのレイビープラスミニキの鍵打ちでさすがに落ちないでしょ。できればあれだけ積みてえよな、ミミキ考えても。うん、トリックルームの可能性はゼロではないけど、
でもな、多分ないよな。あれだけ見ますか。トリル払えたらちょっと考えます。引いてきた、これは勝ちですね。ミッキー、これも全員の上から殴り得るのでほぼほぼ勝ちのはず。サザンドラにも気合玉打たずに格闘 Z を打てるんでね。で、あれだけに積んでいってで10万ボルトですね。マンムーも結構通ってたけど、なんだかんだボルトが一掃してくれそうだな。で10万ボルト、これは耐えられない。 OK。 サザンドラがなんだろう、出してきた場合は格闘 Z を打たなきゃいけないんですけど、そのタイミングでヤドラを投げて一回格闘 Z をスカスとかやってくるかもしれないけど、それは別にいいです。というのも別にこのサザンドラメザコールで持ちそうなぐらいなんで、ヤドラン倒せれば別に何でもいい。まあ馬車がそもそもサザンドラに勝てるしな、膝外さなければ。 OK。 でこれでサザンドラぶっ飛ばして、まあ、格闘 Z ボルト強えな。なんか抜群範囲がすげえ広い気がする。ナットレとかもバンバンできますからね、これで。まあ気合玉でもいけるっちゃいけるけど、気合玉の目さ、命中不安定に怯えなくていいのはなかなかですよね。でサザンドラ粉砕しての、あとヤドラに10万で勝ちですね。だいぶなんかやんちゃプレイ仕掛けられたけど、僕側はあんま変なことせずに、まあ、素直なプレイングで勝てましたね。やっぱ素直にプレイするのが一番だな。皆さんも純粋な気持ちで素直にポケットモンスターを楽しんでください。一体何を言ってるんだって感じだけど、で10万ボルトで勝ちと。本当はな、ボルトをこれ昨日も言ったかもしれないけど耐久振りたいんですよね。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがコケランド、グロスレヒレ、馬車ガルーラということで、これは選手と一緒でいいかな。馬車マンボルトでいい気がする。マームもまあ通ってると思うんですよね。ギャラの方がいい説あるか。でもギャラでもいいか。あ、でもギャラは今回まあグロスに強くないんだよな。まあ、グロスは馬車が強いっちゃ強いけど、まあ、マームも別にグロスに強くないけどね。ギャラでもいいか。そうだな、初手の相手のパシャーも考えたらギャラの方がいいか。パシャーギャラボルト、これできついやついるかな。いませんよね。普通になんか何来てもいけそう。 C っていうなら初手のコケコがちょっとめんどくさいかなって感じだけど、まあ俺いいでしょ。はい、対戦よろしくお願いします。相手戦闘強ファッションですね。僕も負けず劣らずの戦闘強なので勝っていきたい。で初手馬車もランドロス、あ、まあこれは構わない。これさ、最近ステロランドがさ初手に来ることがめっちゃ多かったんですよね。ただ相手のパーティーステロ上手くようなパーティーに見えないしな。ただこれいつもこれを言ってステロ巻かれるんですけど、まあ守ります。ステロ巻く構築って基本的にドイツ化が積み技を積んで全抜きしてくるっていうスタイルが多いんですけど、相手の、あー、でもあれか、これ馬車ガルってバトンかな、もしかしてランドのステロからのバトン馬車ガルの可能性。いや、ゼロじゃないな、ゼロじゃないけど、その場合ギャラを出してしまえばいいっちゃいいはず。でもギャラじゃなくてここボルトの方がいいですね。あー、その可能性があったか。これはなんかあんま素直に自信打たれないし、フレドラ押してもいいかなと思うときはあるけど、まあ、人によりますからね、その辺は。守るは一応安定行動ではあるはず、ステロ巻かれるにしても。自信 OKOK。で、絶対に相手のボルトよりかは速いので、ここがバトンタッチで。スカーフランドの可能性もまああるはあるけど、ここはトンボしてきそうですけどね。ガンプはまあゼロじゃないけど、ボルトで、まあ、仮にガンプ打たれたら多分こっちの方が早いので、内訳できるってことはスカーフじゃないから、うん、でボルトロス自信 OK。 ここはもうワルダ組んでいってもいいかな。メザパで殴ってもいい。ワルダ組みますか。こだわってれば相手引くしかないし、こだわってるっぽいですね。なんかメタクロス、いやいや、もうワンパンですよこんな。これはボルトロスが大活躍して終わりそうだな、ワルダ組み。しかしこの CS 臆病ボルトでバトンマルダ組みするのは頭は悪いからやめたいんだよな。やめたいけど努力値振り直しがめんどくさいし、機械目ボルト持ってないっていうね。
悲しい現状がありますね。あ、でもこれあれか、10万よりかは格闘出たのが入ったのか、135だよね、10万って。まあでも落ちるでしょ普通に。 OK、 これがボルトのスーパーパワーですね。まあ、さあもう、まあ、これ1加速じゃ抜けないので、ボルトのことはここは格闘 Z をぶっ放してやればいいはず。で守る貫通して、タスキも貫通して、あ、普通に通った相手普通に殴ってきたな。タスキかなってことは、まあ、もう裏がキャラなんで別にボルトはどう使おうが勝ちなんですよね、この試合は。なんか最近さ、ボルトが強いだけの動画になってるけど大丈夫か。レイジーボルトロスが強すぎる。おら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 、飛びそうですねこれは。タスキか、オッケー。ただこれ1加速じゃ抜けないので、でもタスキだったら普通に殴ってよかったな。ダイモン GA 砲、あ、でもここで守られたら抜かれんのか。これでまだこっちの方が早いけど次で抜かれるのか、まあ別にいいですね。10万ボルトで守る、そうだよね。まあ文字ってことは雷パンチはないだろうし、ギャラでほぼ勝ちだと思いますけど。あ、そうか、ギャラとボルトあれだな地味に普通に同時選出しちゃったな。で10万ボルトで、ネザクボリーいいか、ここバトンとかしてくる可能性がゼロではないし、守る抜けないと思ったのか。あれでも馬車って2回加速したっけ。いや、してないよな。まあいいやよくわかんないけど、なんか守って落とせた。まあ別に落とさなくてもギャラがいたんで勝ちだと思いますけどね。でランドロスへ、でメザ氷で仮に直帰とかで耐えられたとしても、まあ耐えるの無理だと思うけど、まあ、仮にね耐えられたとしても、馬車もで殴って勝ちなので、この試合は勝ち確でございます。目覚めるパワー、多分スカーフじゃないかなこいつ。はい、対戦ありがとうございました。レイジューボルトが強すぎる。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがなんかすげえガブリアスってポケモン久々に見た気がする。生きてたのかガブリアスまあまあまあ、こいつ普通に強いからな、いたらいたで。これはどうだろう、マンムーが刺さってる気がするな。マンムー刺さってますね。初手に投げてもいいかな。あれ初手リザードンがちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいか。まあ、馬車マンムー何かでいいでしょうね。相手のギャラが重たいので、ナットレーってのはやけど、その場合リザが重たいのか。まあ、こっちもギャラ出せばいい説がありますね。飛行 Z ギャラなので、ギャラ対ギャラの対決では結構強いはず。って待って、ギャラドス君さ、君さ、エースブッパのままですか。アイスブッパのままだ。いや、こいつなんかエースブッパにする意味ねえなと思って、振り直そうと思ったんですよね。まあ、そんな話はどうでもいいや。まあ、これでいきましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。でパシャーモから入る。しかし全然負けねえな。まあ当然ちゃ当然なんですが、リザードン、ここ膝から入ってミミキュー来るとかありますかね。かといってフレドラから入るのは微妙すぎる気がする。初手リザードンって Y でしょ多分。フレドラ打つか、一応ミミキューバックの可能性も考慮して。これミミキュー来たら天才かもしれないな。ガブか、ガブだったら膝でよかったな。でもこれパシャーモの膝、次のさ技で落ちるんじゃないのガブリアスって。初手から馬車が突っ張ると思わなかったのかな。まあ、馬車とリザードンって有利フリーが微妙ですからね。てか馬車が若干フリーなんじゃないかって気もするけど、初手からフレドラ打ったのはなかなかやんちゃプレイだったかもしんない。これ膝で落ちるよなフレドラでこんだけ入ったら。まあ、ただ一応こいつスカーフの可能性があるんで守ります。でもガブバックはちょっと微妙な気がするな。初手馬車もいたしガブ投げるぐらいだったら初手からガブ投げればいいのにって思ってしまう。これはプレイング批判じゃないですよ。プレイング違反ではなくて、なんだろう。なんだ。プレイング違反じゃないです。飛び膝ゲイでいきます。で、これでガブ吹っ飛ばして、オッケー、なんか最近さ、バシャーマがすげえ膝外すんだよね。それでも勝ててしまうんだけど、で、ガブリアス粉砕して、こいつサメ肌じゃなくなかった、あいつ。ちょっと待って、今気づいたけど、なんだこれ。まあ、ガブリアスすごい落ちぶれたか。それか僕の知らない間に、夢特性が解禁されたとか、そういうやつ。フレアドライブで、まあこれはもうほぼほぼ勝ちですね。裏がギャラと
マンムーなのでリザードには大体勝てるし夢特性ガブだったのかな、なんだろう夢特性最近さこれ多くないか、ミニキに対してやけど引くやつめちゃくちゃ多い気がするんだけど、いやずるいけどさこれ ほとんど勝ちの場面でこれやっても仕方ないんだよな、なんかしなくてめっちゃ多いぞこの展開、わけわかんねえな。まあフレドラで殴り殺しますか、なんか降参されそうだけどフレアドライブで、ごめんな対戦相手の人、フレアドライブ通る、まあ、飛びそうですね、飛ばなくてもまあギャラでバイバイって飛びましたねだからメガバシャンモがすげえ活躍しますね、やっぱ前半序盤帯のレートはバシャボルトが安定だな、やっぱとか言ってなんか初めて使ったけど、リザードン、こいつ Y だよね、 Y でここは空ビーム飛んでこないから一旦バトンしてもいいな、バシャも最後にいやバトンする必要はないか、別にする必要ないですね、でも一応 X の可能性が X だったらマムで勝ちだもんな、だからフレドラ D はこいつ Y ですね、コウさん、はい、対戦ありがとうございました。